注文数だとやっぱりオイラたち2人だけじゃ無理があるよな。そろそろ新しい助っ人を呼んだ方がいいんじゃないか。かわいこちゃんたち、今休憩中かしら。最近の売上データを見たんだけど、やっぱり2人には経営の才能があるのね。本当にたくさん売れているわ。リサさん来てくれたんだな。ちょうど今助っ人が欲しいって話してたんだ。あら、注文が多くなってだんだん手が回らなくなってきた。そうなんだ、こんなにお客さんが来るなんて思ってなかったぞ。私は予想していたけれど、実はあなたたちが開店準備に勤しんでいた時、私とフレダは経営効率を上げる方法について話し合っていたの。あなたたちの経営を観察してみたけれど、錬金術も薬草の栽培も販売方法もまだまだ改善の余地があるわ。え、こっそりそんなことしてたのか。ずっとサボってるのかと思ってたぜ。あらあら、お姉さんも肝心な時は頼りになるのよ。じゃあ教えてくれよ、その効率を上げる方法って具体的にどんな方法なんだ。そうね、具体的な改善案についてはすでにフレダと話をしたわ。詳しいことは彼女から聞いてちょうだい。できることはありますか。最近ちょっと人手不足でさ、経営効率を上げろってリサさんに言われたんだけど。ああ、その件ならリサさんと詳しく話し合いましたよ。現段階で向上させられそうなのは錬金技術と栽培技術、それから販売規模です。効率が上がれば経営も楽になると思います。おお、なんだかすごそうだな。早速試してみようぜ。アップグレードのための準備はできています。いろいろと試してみてくださいね。
旅人さん、タイモン、そしてリサさん、こんにちは。スクロース、久しぶりだな。ここに来る途中、錬金薬の話をしてる人がたくさんいたよ。最初は錬成に使う材料に何か問題でもあったんじゃないかって心配したけど、話を聞いたらかなり効果が良かったってことみたいだった。スクロースちゃんの生物錬金の技術は薬剤を作るのにぴったりだものね。ひひっ、オイラたちすでにいろんな効果のポーションをいっぱい作ったんだ。こんな短時間で？さすが旅人さんだね。もしかしたらいつかこの子は薬剤学のマスターになれるかもしれないわね。でもあなたの仕事の速さを見る限り、薬剤錬金の技術普及については心配なさそうだね。もしかしてこれもジンの計画のうちなのかしら。うん、ジン団長とアルベド先生が話し合った結果だよ。錬成物だけじゃなく実用的な錬金術も人々に広めたいの。あなたたちがお店で販売してくれたおかげで、みんなは錬金薬をより深く知ることができた。いつかは簡単なポーションならみんな自分で作れるようになるかもしれない。そしたら薬剤の安全性が問題になるわよね。旅人さんはリサさんの指導を受けてるから、錬成方法を間違うことはないはずだけど、一般人については私たちが介入して錬金薬の安全性を確保してあげないといけない。だからアルベド先生は錬金術のレベル基準を作ることにしたの。つまり薬剤錬金の許可を得るために、一般人には指定の等級試験を受けてもらう。つまり私たちにもその試験に参加してほしいということね。
より正確に言うと、審査基準の制定に参加してほしいの。正式な試験の難易度をちょうどいいものにするためには、十分な模擬試験データを集める必要がある。旅人さんの試験結果は重要な参考になると思うの。もちろん無事に終わったらちゃんと報酬も渡すから。悪くない提案ね。可愛子ちゃんの錬金術がどれくらい上達したか、私も見てみたいわ。それじゃあ試験について説明するね。試験は初級、中級、上級、特級の4つのランクに分かれるよ。どの試験も制限時間内に基本目標を達成したポーションを錬成できればクリアとみなされる。追加目標も同時に達成してくれた場合はさらに報酬を追加するよ。おお、なんかきっちりしてるな。一気に緊張してきたぞ。いつも通りにやってくれればいいよ。失敗したら再試験するから、あんまりプレッシャーは感じないで。ひひ、追試のチャンスがあるんだな。それなら安心だぜ。うん、準備ができたら教えて。
すごく手慣れてたし、ポーションの効果もちゃんと目標を達成してる。初級試験クリア、おめでとう。ひひん、こんなの朝飯前だぞ。それでもクリアできるなんて。うん、フィードバックも記録した。これで正式な試験の難易度を少し調整できそう。じゃあ先に実験室に戻ってるね。旅人さん、パイモン、またね。
Thank you.
Thank you.
人とパイモン？どうしてこんなところでお店なんてやってるの？おお、リオナじゃないか。それに銀遊野郎まで。一体どうしたんだ？薬草を煎じる匂いがシードル湖の向こう側にも届いてたよ。詩人はすごく鼻が利くのさ。またデタラメ言って。実は私たちカクテルの材料を探してるの。キャッツテールは今新しいプロモーションを企画しててね、新しいカクテルを考えてほしいってマーガレットさんに頼まれたんだ。ウエンティは今回も酒場でパフォーマンスをする吟遊詩人として雇われてるんだけど、材料を探しに行く私のことを見てお手伝いに立候補してくれたってわけ。リオナの新しいお酒を誰よりも先に飲みたいからね。やけにやる気満々だなって思ったら、やっぱりお酒と関係のあることかよ。でもモンド周辺にある変な材料はもう一通り試しちゃったし、新しい材料を探すって言っても。で、悩んでた私にウェンティが考えがあるからしばらく別れて行動しようって提案してきたの。あまり期待してなかったのに、まさか半日後本当に珍しいものを持って帰ってくるなんて。本当か？どんな珍しいお宝を見つけたんだ？オイラにも見せてくれ。偶然雪山に落ちた鳥の羽だよ。風雪にさらされて埋もれてたからか、まだ氷みたいにひんやりしてるんだ。お酒に入れたらきっと今までにない口当たりになるよ。よくこんなものを見つけたな。でもこれって手に入れるのが難しいんだよね。残念。これっぽっちの量じゃ関係者の死因だけで使い切ってしまいそうだにゃ。まあまあ、まずはこれを使って新商品でも開発しようよ。材料については僕が何とかするからさ。まったく、一刻も早くお酒を飲みたいだけでしょ。給料の先払いってことで。でも何にしたって問題の解決にはなってないし。旅人パイモン、新しいお酒について何かいいアイデアはない？でも違う効果のあるものを作るには材料で何とかするしかないでしょ。あ、おいらこいつの言いたいことが分かったかもだぞ。カッハン、お前の前に立ってるのはこのモンドに新しくやってきた錬金術師2人組だ。でもって、オイラたちが錬成した不思議なポーションは今各国で爆売れなんだぞ。ポーション？そんなものとお酒にどう関係があるの？例えばさ、お酒に治療薬を入れたら人の心の傷を癒すお酒が作れるんだ。にゃあ、そんなことまでできるの？それならこの先ずっとお酒を飲みたくなくなるポーションを作ってくれにゃい。そうだぞ。お酒を飲みたくない気持ちにさせられたとしてもほんの一瞬だけだからな。そっか、残念。やっとモンドの酒造業を一網打尽にできると思ったのに。落ち込むなって。他のやり方を一緒に考えようぜ。前から気になってたけど、ディオナはどうしてお酒がそんなに嫌いなんだい？そんなの決まってるでしょ。酔っ払いさんたちのあんな姿を見せられて好きになれるやつなんているわけないわ。それってお酒が嫌いというより、実は酔っ払うことが嫌いなんじゃないかな。ちょっと変な注文かもしれないけど、
その不思議な錬金術で飲んでも酔っ払わないお酒を作ったりできる？酔っ払わないお酒？あ、そうだな。人を正気に戻すポーションくらいなら作れるはずだよな。なるほど。そのポーションを使ってお酒を作ったら、酔っ払いさんたちは飲めば飲むほど頭がさっぱりして、あいつらの酔っ払い人生もやっと終わりを迎えるはずにゃ。そういうことならお願い、正気を保つ効果のあるポーションを作って。そんなお酒一体どんな味がするんだろう。僕も気になり始めちゃったよ。
今私が握ってるのってモンドの酒造業に嵐をもたらすキーアイテムだよね。ありがとう。今すぐ新しいお酒を作ってくるね。待って、僕も一緒に行くよ。死因のこともあるだろう。分かったわ。酔っ払いさんを根絶やしにする計画の最初のターゲットはあなたにしてあげるにゃ。それにしてもさすが旅人、無事問題解決だね。酔っ払わないお酒、
もしそんなものが本当にできたら、お酒のこともそれほど嫌いじゃなくなるかも。
旅人さん、パイモン、最近は順調だった？スクロース、また会ったな。何度も試すうちに、そのうちコツがつかめると思うよ。中級試験とは言うけど、ちょっとした練習だと思ってやってみて。それじゃ、始めようか。
Emotional damage!